みほトレーニングセンター。みほトレーニングセンターは、茨城県稲敷郡三保村にある、日本中央競馬会、JRA の施設、トレーニングセンターである。中央競馬の東日本地区における、調教拠点である。略称は、みほ、みほトレセン、みほ TC など。1970年代までは、関東地区の旧社に所属する馬、俗に、 関東馬と呼ばれるの調教については、東京、中山の二つの競馬場と白井の拡張旧社街、当時は中山競馬場を白い文場、現在の競馬学校の所在地を中心に実施されてきた。しかし、調教に必要なコース本数が十分確保されておらず、馬場を保護するためにコースの内外を区分して調教するなど難しい、やりくりなどを強いられた。 また、東京、中山いずれも、周辺地域の宅地化が進展しており、競馬場周辺の環境問題にも対応する必要が出てきた。そこで検討されていたのは、休養場の保養所及び岩か駒の育成調教場として、東京成功に東京競馬場の分級者を新設するという構想であった。1959年にはその候補地として、 東京都八王子市、片倉町が選定されるなど進展を見せるも、1965年の多摩ニュータウン計画の発表で地価が高騰するなどの影響を受けて、十分な敷地の確保が難しくなり、文旧者構想は断念された。また、中山競馬場の白井文城も1960年代の千葉県による千葉ニュータウン計画構想が浮上したことで、移転の必要性が増していた。 1961年、昭和36年にトレーニングセンター構想と、旧車群の競馬場からの移転計画が具体化したが、計画は難航した。1966年初頭には、当時有力な国内馬産地の一つであった千葉県、成田市三里塚、総合両牧場を移転の有力候補としていたが、日本政府が新東京国際空港の候補地として三立化を、 正式決定したために、新たな候補地を探さねばならなかった。翌1967年、昭和42年には、最終候補地として、茨城県稲敷郡美穂村、神奈川県横浜市港北区、現、緑区長津田地区、神奈川県厚木市、金沢地区の3カ所を選定。このうち、美穂村から、誘致陳情書が提出され、 また地元茨城3区選出の衆院議員、赤木宗則の尽力もあり、翌九百六十八年、正式に、日本村が関東地区のトレーニングセンター候補地として選出された。同年中に調印も行われ、用地買収が開始された。しかし、多くの地主から退去に伴う代替地の要求が発生したこともあって、用地買収の完了には、約四年を要し、 1972年、昭和47年9月に、ようやく敷地の造成工事に着手した。立東トレーニングセンターが開場した後のことであった。その後も第一次オイルショックの影響などで工事は難航したが、1977年、昭和52年12月に、すべての建設工事が完了した。設計は三協建築設計事務所。 1978年4月10日に開場し、両競馬場の旧車群及び多くの競馬関係者と、その家族を当地に集約移転させた。1993年、南コース側の一角に、販路コースが完成。2004年、販路コースの改修と拡張が行われた。2007年11月16日に、ニューポリトラックによる、調教コースを導入。 南馬場シーコースの外作、ラチ川を約5メートル拡張し、福音25メートルの外側15メートル部分に設置する工事が行われた。総工費は材料費を含め約9億円になった。2008年には開設30周年を迎え、祝賀会が4月21日にトレーニングセンター内の厚生会館で行われた。2018年2月、 JRA は、ミホトレ線の大規模改造に着手することで合意した。具体的な計画が決まるのは2018年秋になる、見通し。ミホトレ線は競争場の鍛錬、状況を目的に設置されている、トレーニングセンターとしては、中央競馬、地方競馬を問わず、日本国内で最大の規模の施設であり、旧尺閣は南地区。 北地区の合計で約2300頭の競走馬を収容可能である。距離コースは、旧車群や馬場公園を挟む形で南北の2カ所に合わせて7つのトラックが設置されており、南コースには1600メートルのウッドチップコースが、北コースには障害用の距離コースがある。さらに場内には、ハンドコース、足元の弱い馬のためのスイミングプールや、水中歩行訓練装置。 馬のクールダウンやリラックスのための商用馬道、海外レースに出走する競争馬が入る権益級車、競争馬に総合的な医療行為を行える診療所なども設置されている。この種の施設としては、その規模、設備は世界的に見てもトップクラスの水準にあるとされる。また、敷地内には競争馬のトレーニングのための施設だけでは、 なく、競馬関係者とその家族の生活空間も設置されており、トレーニングセンターで人馬を集約管理するシステムが形成されている。競争の構成確保や貿易という観点から、旧車やコースがある区域への入り口には、入り退場のゲートが設置され、チェックがなされており、許可を持たない部外者の業務区画への立ち入りは、常時厳しく制されている。業務区域に、 一般的な競馬ファンが入場できる機会は、定期的に企画される施設見学のツアーや、大レース前に開催される公開状況などのイベント企画などに限定されている。敷地内には、厩務員宿舎、騎手宿舎、独身寮、職員宿舎など、競馬関係者の生活のための施設が設置されている。当施設に所属、在籍の馬や席関係者、騎手、 JRA 職員などとその家族の約5000人が暮らしている。これは所在地である三穂村の人口の約3割を占める。近隣に自宅を構え通勤している競馬関係者も少なくない。トレセン所在の三穂村三穂町内にはバグ専門店、ショッピングセンターや簡易郵便局、診療所などが設置されており、競馬関係者やその家族の日常生活の大半を トレセン及び周辺地域だけで済ませられるシステムが構築されている。直接の中央競馬関係者のほか、周辺地域に数多く存在する競争馬の育成、休養を目的とした牧場の関係者、その他競馬新聞、スポーツ新聞などの競馬マスコミ、馬筆輸送、資料販売などといった競馬関連産業に従事するもの、トレセン内部、 周辺の店舗の従業員などまでも含めれば、競馬の存在によって、生計を立て暮らす者とその家族は、トレーニングセンター、ミホ村とその周辺地域で合わせて、数万人にも及ぶとされ、ミホトレ線を頂点とした、いわゆる一種の、競馬村とでも言うべき様相を呈している。1988年以降、ミホトレーニングセンターの所属は、関東馬は、 立東トレーニングセンターの所属は関西馬に勝利数と獲得賞金額の両面で大きく水をあけられた。この状況を天気予報、気圧配置に使われる言葉になぞらえて成功到底と言われることがある。関東馬低迷の最大の要因としてハンドコース問題が挙げられる。1985年に立東トレーニングセンターにハンドコースが設置された。 状況ノウハウの確立とともに、販路で鍛えられた関西馬たちが、東京、中山など、東日本開催の競馬で活躍したことで、販路コースが競争馬の強化に効果があると言われるようになった。そのため、三保の旧舎関係者もその効果を求め、販路コース設置を要望し始めた。しかし、三保ト線は、関東平野東部のほとんど平坦な土地に立地していたこともあり、 そのまま、半路コースを設置できるような自然の丘や地形がなかった。また、会場から10年長を経て、敷地内や周辺地の利用、開発が進められており、ほぼ直線の半路コースを設置する空間もなかった。大規模な工事が必要になることから、JRA は、この要望について、検討中としながらも、実際には、消極的な姿勢を数年間にわたって取り続けた。当時は、 織下しもおぐりキャップと当時対等した竹豊に牽引された中央競馬ブームの真っただ中であり、JRA にとっては雑していても売り上げが伸びてゆく時代であった。しかし1990年代に入り、美穂所属場の不審が、競馬マスコミやスポーツ新聞などにより幾度となくクローズアップされるようになると、その原因として立党にしかないハンドコースが象徴的存在とな、 1993年に南コース側の一角に販路コースが完成し、2004年には販路コースの改修と拡張が行われた。しかし、立東の販路コースと比べれば、勾配の規模が小さいのは相変わらずで、民間の大手牧場や育成牧場が設置した販路コースにも、ミホトレ線の販路コースを大きく凌化する規模のものが現れている。 ハンドコースは主に競争馬の足腰に筋肉とパワーをつけさせる目的で用いられることが多いが、実際、パワーが重要視されるダート戦における東西の不均衡の差は著しく、例えば2010年2011年に JRA で開催されたダート重賞勝全17戦の優勝馬の東西の比率を見ると、いずれも美保所属馬1勝に対してリッド所属馬16勝という、 状態であり、特に jra 所属馬の出走等数が限られる。地方競馬開催のダートグレード競争では層が厚く。獲得賞。金順でも上位に立つ。栗東所属馬の前にみほ所属馬がことごとく除外対象となり出走できない状況を持ったた。見れる。このようにダート戦線においては上位クラスになるほど。立東トレセンの優位性が際立つ状況になっている。このように。 販路コースは設置されたとはいえ、設置までの8年もの時間差とコース規模の差が見ほと、立党の格差を固定化させたと指摘する、競馬関係者や競馬マスコミは多く、20年以上も、水をあけられたままの結果となっている。しかし、見ほとれ線の販路のさらなる拡張や、勾配の拡大といった手法は、土地利用面の問題から限界で事実上、不可能であるともされる。 立東に比べると当施設は交通アクセスが不便であるとも指摘されている。三保は鉄道駅まで距離があり、2007年に首都圏中央連絡自動車道の網東 IC が開通するまでは高速道路への接続も悪か。また三保から阪神競馬場や小倉競馬場へ行くのは不便であり、特に小倉への移動には19時間を要する。府中の東京競馬場に行くのでさえ、 首都高速道路中央間上新宿線が開通するまでは、東京の心部の慢性的に激しい交通渋滞の通過を余儀なくされていた。一方、立東から東京競馬場、府中や新潟に行くのは便利で、遠方の福島への輸送でも、新潟から万越自動車道経由で行けば、首都圏を過ごせる必要がない。美保トレーニングセンターで飲料用にも使用されている。 上水道は、近隣の霞ヶ浦を水源としているが、水が悪いと言われている。関西馬や地方競馬所属馬が美保に滞在したり、天馬やしてきた際に、馬に水を飲ませるのに苦労するケースがあると言われている。新陳代謝の面でも影響があるため、競争馬の飲料用水用として浄水機を設置している旧車が多く存在する。立島に比べると、 労働組合運動が激しく、不安定な労使関係が改善されないことも原因として挙げられることがある。日本の労使関係の問題は今に始まったことではないが、持ち乗りや攻め線の人数や担当等数、馬に関われる時間面の制限を引き起こし、これが馬全体の運動量の決定的な不足につながっているの指摘もあり、最近では、 競馬マスコミなどが立党と比較するで強く指摘するところになっている。立党所属馬と美保所属馬の成績に差があることが関係者やファンに知れ渡った結果、近年では有力馬主が美保よりも立党に良い馬を預ける傾向も見られ、さらに格差を広げる要因になっているとの指摘もある。また現場でレースに携わる当事者の行為として小島太氏は騎手時代に表した。 競馬発砲破れ言いたい放題の中で、関西のレースが流れが激しいことも、関西馬が強い理由だと思う、という気をしている。スタート直後に誰かが行くとすんなりと隊列が定まって、流れが落ち着く関東の競馬に対し、関西の競馬や裏、開催、小島は、騎乗機会を求めて、中堅以下の立党所属の機種が、 新潟競馬場や島競馬場などに来る場合を指しているでは、スタートしてから、がむしゃらに主導権を握ろうとするために、流れがなかなか定まらず、レースの流れも厳しいと指摘し、それに揉まれて、関西馬も強くなっているというのではないかと、小島は分析していた。立東留学とは、京都、阪神の競争への出走のための事前調整という、理由を用いて、管理場を、 実際のレースよりも数週間前から立東トレセンに輸送、滞在させ、一定期間立東トレセンの販路などの施設で、鍛錬を積ませる強化育成の手法である。2000年代以降、スポーツ新聞等で立東留学という言葉が用いられている。初期の例として、2002年、国枝久がソルティビットを阪神ジュベナイルフィリーズへの出走を利用して、 立東トレセンに事前入球させたことが挙げられる。その後も立東へ事前入球した関東馬が構想、勝利する状況が散見されるようになり、要因として立東トレセンでのトレーニングの効果を指摘するというパターンが見られるようになったことで立東留学などの表現が定着していった。2007年の NHK マイルカップを優勝した。 関東馬ピンクカメオの勝因について、国枝久志馬や赤陣営は、前走の大歌賞の前に立東トレセンに滞在して、立東の施設で調教が行えたことを最大の要因として挙げており、2008年の秋華賞で1着3着を占めて大波乱を巻き起こした小島茂之旧舎陣営も、全く同様に、レース前に馬を立東トレセンに送り込んで調教を詰めたことを、勝因に挙げている。 2009年においても関東馬の GI 優勝は年間4頭であるが、そのうちの3頭がレース前から事前に立東トレセンに滞在し、その販路でトレーニングを行うという調整過程を経ての勝利であった。2010年には国枝久し9社所属のアパパネが関東馬として大賀賞を4年ぶりに制したが、国枝の関西馬に勝つためには、 関西馬になりきればいいという育成方針から、関西圏での出走の度に、立党への事前入級と数週間の滞在を繰り返しており、立党留学の先駆者である国枝が作り出した立党留学の申し子とも言える。重症競争に出走するような有力馬以外でも、京都、阪神での出走を名目に馬を立党に一定期間滞在させて、 トレーニングを積ませる馬や席も現れており、ミホ所属の旧車群の低迷からの脱出の鍵として、いかに立党の反路を利用して関東馬を鍛えるかが話題、トピックになるという、もはやミホトレ線の存在意義にも関わる一面すら伺える、現状に言った。しかし、立党留学を実践している、調教師に対してはミホトレ線の価値を自ら貶めているという、 冷ややかな見方も存在する。立東留学の逆にあたる、美保留学という言葉が全くないわけではなく、森秀幸のように馬に良かれと判断すれば所属場を積極的に美保に滞在させる、調教師も一部に存在するが、立東留学に比べれば、ごく少数である。美保の調教施設の設備全般について、立冬と比較して劣っていると感じる美保の旧社、関係者は多く、 国枝久氏は、ミホトレセンの販路の質を、立冬トレセンと同等の水準のものに引き上げるべきと、主していた。なお、関東馬を立冬に滞在させるということ自体は、古くは1970年に、大賀商場の玉美が、クイーンカップに勝利した後から、大賀商終了まで立冬に滞在した例がある。この時、休務員の恵ビ名工作も、玉美の状態を見るために一緒に滞在していた。 立東留学効果などで、近年は、西日本の競馬場の重傷、特別競争での関東馬の検討も見られるようになるなど、一部で改善の兆しが見えてきているが、立東トレーニングセンターに対しては劣勢である。馬主が、日本の旧車で、デビューさせた後、当初の期待以上の能力を見せた馬について、馬出合という理由で、立東の旧車へと、転馬やさせるケースもある。 また、特に相場開法人において、機井場を立東の旧社中心に予託していると言われる。相場開法人の所有場に出資している一口馬種の中には、自身が出資した馬が、日本の旧社所属となった、あるいは天馬屋となったことで、相場開法人に対して、不満を抱きしを引く者さえ見られる。そういった状況の中で、関東圏の二の三祭戦において、オープン。 重症競争の出走枠の多くを関西馬に独占されるシーズンも見られる。中には関西馬なのに3歳春シーズンまで関東圏でしか出走したことがない馬もいる。最も顕著な例としては2006年春期のボバクラシック路線があり、関東馬は上位クラスに有力馬がおらず、日本ダービーにおいても出走馬18頭中の関東馬は8番人気の ダリスコライトただ一頭のみという状況であった。また、立刀トレセンのリーディング上注意の旧社にあっては、有力な大手バッシュや相場解放人などを中心に、限られた馬房や空き予託枠をめぐって争奪戦が繰り広げられることも起きている。その中では、旧社側が受ける予託希望や出走依頼が飽和状態となり、下級条件馬や未勝利馬では馬房が回ってこない、つまり、 続級者の馬防止用状況の都合で、立東トレセンに入級させられず、出走することができないというケースもしばしば発生し、このような下級馬を放出することもあった。このような馬を、見穂の級者が中途引き受けして出走させるケースも、見られるようになった。そのため、馬主、相馬会法人の中には、見穂トレセンへ所有馬を入級させる理由として、 馬の具合がいい時にスムーズにいるタイ馬屋ができるを挙げる者も,もいる。オープン馬であっても、屈建園や全名症など体調面で慢性的な問題を抱えて成績不振にあえぐ馬は立党では放出対象にされることが多く、その後について見本の旧社が引き受けて復活を試みるとは珍しいものではない。このような相対的な競争馬のレベル低下。 成績低迷、確保難により、関西馬に関東圏の上位クラスの競争で劣勢となっている状況下で、東西間の旧社関係者や機種の収入格差も見られている。勝利数の差は一時期よりも改善されてはきたものの、重賞レースでは関西馬が優勢であり、獲得賞金の差が生じている。また、競馬界全体の問題として、 馬種数減少や予託量滞納などの問題があるが、獲得賞金の低迷に苦しむミホトレセン所属馬や、席の経営にとってはより大きな打撃となっている。また、管理場の数や馬種とのコネクションの確保、維持をできず、管理場数が割り当てられた馬房の数さえ、下回ってしまう、空き馬房の発生に悩む、調教師もいる。 このような状況の中で、ミホトレ線では70歳の定年まで旧車を維持することができず、割り当てられた馬房を自主返上したり、調教師免許を自主返上したり、資産面の問題などから馬や席を解散したりするなど、調教師の旧車経営の縮小や廃業が相次いでいる。この流れは二千四年二月に佐藤聖介が十五歳で旧車を解散し、 幽体したことに始まり、2006年には、富田和幸が50歳で、2008年には、佐々倉武久、内藤和夫が共に定年まで8年を残した62歳で、免許を返し、さらに2009年2月には、中野高吉など50代から60代の定年前の、調教師が5名も免許更新せずに、幽体、5月には、斎藤博士が、免許取得からわずか10年で、 優待といいう状況にになったそのの後も同様の長教師優待が散発的に発的生しているこれら調教師の、勇退の事情には、経済的なものだけとは、言い切れないものもあるが、名目上の理由は、健康上の都合であっても、内実としては、成績不振を原因とした、事実上の経営破綻によ廃業、調教師免許の更新ができずに、 廃業という内実であることを複数の競馬マスコミ関係者が事実上のこととして認めていたり、遠回しの表現であっても案に示唆しているケースが存在している。また岩木博都氏のように比較的早い段階で馬や席経営を諦めた調教師が馬や席を解散して他の馬や席のスタッフとして再起を試みるというケースすら見られるようになった。ただし実際には調教師会。 急務員号の猛烈な反発を受け、再起は限りなく困難な状況である。2010年には、上述した2009年の調教師の優待続出なども要因の一つとなって、見本における旧社経営の不安定さが露呈したことをきっかけに、従来は旧社の開業資金や運転資金の融資を担ってた大手金融機関から、 未保所属の調教師への融資を絞ったりあるいは融資を引き上げるケースがあり、成績不振、資金難で優待という選択肢を考えている少なからぬ調教師たちをこれ以上のトレセン、旧社群へのイメージ低下や空き馬房の大量発生を防ぐべく JRA も馬房返上による旧社の縮小経営を認めるなどして引き止めている実情があるとも報じられている。しかし、 その後の2011年にも実に9名ものミホトレ線所属の調教師が定年前に旧社会参を決断して勇退している。また、現在のミホトレ線で発生しているシステムで自動的に割り当てるべき調教師が存在しない馬房が数多く存在している秋馬房問題についても2009年以降は調教師の馬房自主返上や勇退の続出 調教師の死去による、旧社解散などにより深刻なものとなっている。調教師は割り当てられた、馬房数に応じて規定された人数の休務員を雇用なければならない規則であるため、管理馬房の空きはそのまま余計な人件費に直結する。JRA にとっても管理する旧社のない空き馬房の発生は、休務員の所属、雇用の問題にそのまま直結し、休務員春闘などにも、 悪影響を及ぼしかねないものである。この秋羽棒問題は発生する都度に JRA が事態収集に追われることになっている。これらの結果、旧社経営にも優勝劣敗の法則を導入してトレ線の活性化を促すという発想で2004年に導入したメリットシステムについては、ミホトレ線では成績優秀長教師に対して数える馬棒について、 調教師の定年、優待による、旧社改ざんや、自主的な返上で発生した、返還馬房を原資とするシステムへの変更を迫られ、成績会社からの馬房削減は当面の間は、見合わせるなど、大幅な方向修正を容疑なくされている。日本所属旧社群の低迷により、調教師に若い人材を育成できる、経済的な余裕がなく、自給者に、遠隔のない機種候補生、 見習い機種について、所属馬や席の決定をめぐって難航することがある。引き受け先が決まった場合でも、立党に比べ有利馬、管理馬が少ないこと等から、満足に騎乗実績を得ることができぬまま、低迷するというケースが少なくない。競馬学校第16、17期卒業の2世代で、美本に所属した者からは、デビュー後10年内に、平地重賞を勝利した機種がいない。また、 平地競争の乗り倉を確保できず、障害競争に活動の比重を移す機種が増えた。管理場不足や経済的事情などで、調教師が若手機種の師匠、身元引受人としての役割を果たすことができない事例も見られ、見習い機種として実績の伴わないうちに、フリー機種として競馬サークルに放り出されるものも見られる。また、機種と、 同じく競馬学校で養成される、休務員についても、候補生の出身地の比率は、東西でおおよそ半々であるが、不審のミホトレセンを忌避して、立党トレセンの旧社への配属を希望するものがい。結果として、立党トレセンは、休務員が常時定数いっぱいの状況となり、立党配属の希望者は、必要な技量を満たしているものであっても、入学自体を待たざるを得ない場合や、 要請終了後も実際に配属されるまでに長期間待機せざるを得ない例があり、逆に数少ないミホ配属の死亡者の中には、就労の年齢制限の都合からやむなく、立党からミホへと死亡先の変更を余儀なくれたようなものもいる。他方では、立党の旧社関係者との援護などを利用して、ミホから立党へと本拠地を移す。あるいは、本拠地移動の可能性を模索する。 競馬関係者も現れているように、人材の西へという流れも起きているが、実際には、旧車制度や、労働組合などの関係もあって、東西トレセン間の枠を超える遺跡は外して困難で、あり、見保ではトレセンそのものの先が見えない状況に気を、覚えて比較的若い年齢で JRA そのものに、見切りをつけて離職する、旧車スタッフも少なくない。 ミほとれ線で旧社を新規開業する新人調教師もその煽りを受けている。かつては毎年2月に調教師免許試験の合格発表があり、調教師免許の交付を受けた後まずは技術調教師として1年間の県の時間が与えられ、その間に他の調教師のもとで旧社経営のノウハウを学習したり、場所や生産牧場をめぐって人脈を作り管理場の確保など、 旧社の開業準備を図るのが通例であった。しかし、調教師の定年前の優待と旧社解散が発生すると、JRA の旧社制度上、解散した旧社に所属していた馬ーと旧務員は、他の調教師が一時的に引き受けなければならなくなり、引き受ける側にとってもこれは大きな経済的負担となる。そのため、現状ではその期間の短縮の役目を、 新人調教師が背負わされる格好になっており、調教師免許取得後にまず技術調教師として一年級車経営を勉強するという従来のプロセスが成り立たなくなり、調教師免許試験の合格発表は毎年12月に繰り上げられ、合格後は翌年3月の調教師免許交付、発行までの実質3ヶ月弱で、旧社会業の備えをすべて済ませなければならなくなってしまった。 そのため、調教師試験に合格した者は、機種や調教助手、休務員の業務をこなしつつ、馬産地巡りや関係各所への挨拶回りをしなければならず、立党トレセンと比べて、馬を集めにくい条件下で旧社の開業準備をすべて済ませなければならないなど、厳しい状態になっている。競馬ファンや競馬マスコミの間でも、関東馬が特に高額賞金の特別競争、 重症競争で実績に劣ることは知られている。トレーニングセンター間の序列としても、立党の下の見穂というイメージが低下しており、立党と見穂を比較して、プロ野球における、一軍と二軍の関係に例えられることもある。また実際、関東圏の予想家、競馬ファンの間では、関西馬であることが、馬券検討の際に重要購入ファクターとなっている。このような状況を、 野本健一が今や美穂は不良資産化の道を突き進もうとしている東京スポーツの記者が関西の下請けかと酷評している2012年9月から平地未勝利戦コバ500万条件戦において関東関西それぞれのブロックの所属場を優先的に出走させる地ブロック優先制度を開始したこれにより当該条件の関西場は フルゲート割れしない限り関東のレースに出走できなくなったため、美穂所属場の勝つチャンスが増えることが期待された。ただしこの制度については、世界を相手にしなければいけない時代に、狭い日本で、なんで、こんな規制をかけるのかとの批判もあるほか、美穂の調教師からも、関東で出馬ラッシュになった時逃げ場がなくなる、小倉開催時に遠征させる馬がいなくなるなどといった、問題の声が上がっている。 2018年2月、JRA は、ミホトレ線の大規模改造に着手することになった。関東の場所代表、調教司会役員を集めて、説明会を開催し、3社間で、基本合意した。ミホト立党の格差是正のため、まずは、施設面の同等化が必要という考えから、JRA が提示した案として、1、ハンドババの距離を伸ばし、高低差も、立島と、 同程度にする。二、北馬場を閉鎖し、新築中の旧車地築に当て、障害コースは南馬場に移す。三、ウッドチップコースの調教を左回りも可能にする。以上調教コースの改造の3点となり、同年9月12日に JRA は、三本トレ線の大規模改造の具体案を説明。2019年9月より、 ウッドチップコースが410メートル延長され、全長が2010メートルになるほか、新販路コースは18メートル地下から掘り下げて、より大きな高低差がつくコースにする。新販路コースは2022年の完成を目指す。南馬場の調教スタンドも改築され、完成後に、北馬場は閉鎖となり、走行時間量は2026年の見通しである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。